ものすごい勢いで後ずさりされた。ごめんなさい。なんでもないです。なんでもないですよ。全くもって、なんでもないようには見えないんだが。ここら辺は鈍感なんだよな。敏感と鈍感の方向性ちょっと変えません、あなた。いや、仕切り直せねえだろ。どういうタイミングでおはようございます言ってんだ、お前。え？今更？今日もいい天気ですね。あ、ご利用しするタイプだ、これ。乗っとけ、主人公。今だけは。何その初対面同士が何を話していいかわからない時に、とりあえず言っとけ的なやつ。それじゃあ、私、行きますね。プラガノさんは早口にそう言うと、まるで逃げるように立ち去っていった。何だったんだ、一体。おっと、そろそろ教室に行くとするか。気がつけば、あの視線は全くなくなっていた。ここら辺敏感になれるか、主人公。視線には敏感だけど、視線の人物の特定とかできるか？よし、ノートのまとめ終わりっと。2時間目の授業も終え、しばし休憩。おめえって、結構真面目ちゃんだよな。ノートにそこまで書き込むやつ、そうそういねえよ。いや、お前が真面目ちゃんじゃなさすぎるっていうのも問題だと思うけどな。未知はノートとか取らなそうだしな。だって、板書を写さなかったら復習できないだろ。いや、もうその発言が真面目ちゃんなのよ。普通の男子高校生はそんなことしねえから。そんなもんはおめえ、これよ。携帯のカメラで黒板を撮る。それ許されてる学校なの？大丈夫？高速違反とかじゃないよね、道。なるほど。そういう使い方もあるのか。さすがビチさん。いや、バカすぎだろ、お前。現代っ子？どうした？大丈夫か？へへーん。ま、授業中はバレないように撮るしかねえけどな。それには、シャッター音消しとかねえとな。お前、授業中もやってんのかよ。せめて授業終わりだけに留めとけよ。立派な校則違反だぞ、お前。生徒会役員だったよな。そうだ、このスマホのシャッター音ってどうやって消すんだ？え、なんでそんなこと聞きたがる、主人公。もしかしてストーキングする相手とか決めてる？操作にはだいぶ慣れてきたが、まだそういう細かい部分を把握しきっていない。こういうのって無音シャッターとかそういうアプリでやんないとダメなんじゃないの？そんなのうちが知るわけねえだろ。携帯ショップの店員じゃねえんだからさ。いや、なんでお前は無音シャッターできんだよ。知るわけねえだろはおかしいだろ。携帯電話って、まあ、スマホもそうだけどさ、多様化してて逆に分かりづらくなってるよね。何この携帯電話トーク。関係あるんですか、セーラルートに。今使ってるのに慣れちゃうと簡単に機種変更できないっていうか。 iPhone 使えよ、お前は。iPhone 使えばみんな使ってるようなもんだから情報の共有とかできるだろう。どこも先行利益が欲しいからね。自分とこのが業界のスタンダードになれば美味しいから。あ、結構広がるね、このトーク。3人出てきちゃったよ。そういう既得権益みたいなのってエンドユーザーにとっては迷惑な話でしかないんだけど、お互いの会社が競うことで性能が上がったり値段が安くなったり、一概に害だけとも言えない。水乗りの深淵って何気に種類多いな、おい。まあ、デバイス関連は強いのはイメージ通りだけどね。てか、お姉ちゃんがそういう系のあれなんだっけ？作家さんなんだっけ、確か。携帯談義に花を咲かせてる場合じゃなかった。トイレ行ってくるな。おう。んじゃ。うちはメイクでも直すかな。あ、っていう名のトイレってこと。女の子のお花を摘みに行ってきますの現代語訳ってもしかしてメイク直しなの？みんな、切り替え早いよね。そこでトークしとけ。戻ってきてまだトークしてたら褒めてやるよ。水乗りには悪いが、付き合ってたら一日が終わってしまうからな。うん？廊下に出た瞬間、またあの視線を感じる。もう確定じゃないか、主人公。2年生の教室の前の廊下だぞ。もう一人しかいないじゃん。あと知り合い。副会長って可能性はあるけどさ。さっきより、もうちょっと熱がこもった感じだけど、まあそれはいい。ふふふ。絶対に正体を突き止めてやるぜ。バカすぎる。何のふふふなんだ。まずは曲がり角まで、いきなりダッシュだ。かかったな、アホが。アホ言うな、お前。もうほら、わかるじゃん。いい加減、わかるじゃん。角を曲がったとこで待ち伏せしてたら、クラガノさんが来た。あ、ごめん。また驚かしちゃったみたいだな。お前、ポンコツがすぎるって。いつ気づくの、これ。セイラが告白しないと気づかないパターン？しかし、このタイミングでクラガノさんが来るとは、予想もしてなかったぜ。あ、いえ、こちらこそ。大げさに驚いてごめんなさい。まさかクラガノさんが来ると思ってなくて、俺アホとか言っちゃったよ。いや、こいつは立派なアホだよ。いいんです、いいんです。私、本当にアホですから。聞こえねえな、そのアホですから発言は。文字が小せえよ、お前。ん？なんか言った？難聴系主人公発動すんな。ありませんよ、かわいい。唐突に来るかわいさ何？ずるいんだけど。にょ？私だって、
時々は噛みますよ。いやまあそりゃそうだよね。てかエロゲヒロイン全員に言えるけど、まあヒロインに関わらずモモモだけど、全員噛まずに言えてるのすごいよね。まあちょっとメタや話しちゃうと噛んだら NG テイクなんだけどさ、まあそれは人間だしそういうこともあるだろうけど、いつも冷静でどちらかというとクールなイメージのこの子が噛むとか珍しいよな。顔と笑い声が合ってない。ふふって感じの顔してんじゃんお前。おっとそうだ、クラガノさんに会えたならちょうどいいや。このスマホでさ、ちょっと聞きたいことがあって。はい、なんでしょう。もう照れまくってんじゃんセイラが。かわいすぎるだろお前。今にもパタパタと尻尾を振り出しそうなくらい食いついてきたぞおい。そういやこの携帯めっちゃ進めてたもんな。持ってる人自体も少ないみたいだし、こういう共通の話題があるっていうのが嬉しいのかもな。カメラのシャッター音の消し方を聞きたかったんだ。これでセイラが知ってたら驚きだけどね。こいつの日常生活においてシャッター音の消し方知ってても何の利益もないもんな。自信なさげな顔すんなお前。知らないなら知らないですって言いなさい。他にもアプリ内でコピーしたテキストをメールに転送するのとか。喋れ。わかんないとかそういう感じじゃないのこれ。何の無言なの。なんだよ。なんか言えよ。聞いてる。は、はい、聞いてます聞いてます。じっと見てたけど聞いてます。全部言っちゃうの可愛いな。デレセーラこんな可愛かったのか。いやちょっとデレハルヒ楽しみになっちゃったなこれは。特に出れない二人だもんね。まあ、カナが頭角を表していたけど、カナルと終わっちゃった後だからな。見てた？俺、顔になんかついてる？何のリアクション？うるせえな、こいついちいち。俺のツッコミぐらいうるせえじゃねえか。何そのリアクション芸人もびっくりな飛びの着方。なんかさ、ガノちゃん、今日朝から変じゃないか？変なのはてめえの頭だ。いい加減気づけ、視線の正体とか、セーラの心情とか。心情は難しいけどさ。え？私、朝もそんな風に見えました？まあかなり。今にもボンと爆発しそうなくらい真っ赤になっている。思想とはっていうぐらいもう真っ赤なんだけど。爆発してないのこれまだ。やっぱり熱があるんじゃないか。やたら真っ赤だし、そわそわしてるような落ち着かない感じだし。そんなことないです。ほら今日暑いし。それでまあ確かに暑いけどさ。季節が変わらないこのプライマルハーツで急に初夏の匂いを感じさせないで。そっか。まあでも俺には気を使わないで言ってくれよな。いつでも頼っていいからさ。うわ、こういうところよな。ずりーよ、こういうところをちょちょいっていうの。やっぱりあなたはベル、お前ほんとポン。デレセーラ可愛いんだけどちょっと惜しいよな。もうちょっとデレに振るか、いつものスマシ顔に振るかのどっちかにしてほしいもん。ベル？みたいですね。てめえ喧嘩売ってんのかマジで。どんな顔やねそれ。確かにベルマークは学校の味方で頼りになるけど、いきなりだな。そうですよね。商品のパッケージについてるベルマークを集めると1点あたり1円として預金できて、いろいろな備品が買えちゃうんですから。あのセレブなセーラがベルマークを知ってるってのが驚きだわ。てかベルマークが懐かしい。今の子絶対わかんねえぞベルマーク。今あるのかなベルマーク。見ないよね。おう。何言ってるの私。勢い込んで話したと思ったら今度は頭を抱えてた。かわいいなここでピエン顔は。お、チャイムだ。それじゃあそろそろ教室に戻るな。はい、それじゃ。両手足を同時に出しつつカクカクしながら歩いていった。あ、結局スマホの操作聞けてないや。てか主人公はなんでそんなシャッター音気にするの。そんなにストーキングしたい相手でもいるのかい。放課後、どうしたの？授業中も考え込んでたみたいだけど、なんかあった？ちょいっとだけ気にかかることがあってな。そうなんだ。私じゃ力になれないかもしれないけどさ、話してみてよ。お前じゃ力になれねえな。でも話してみたいね。ちょっと最近熱っぽい視線を感じるんだとか、クラガノさんの様子がおかしいんだとか、そういう話をしたら、ゆずきには心中穏やかじゃないかもしれないけど。ほら、話をしただけでスッキリすることもあるし。うん、やっぱり駒形はいい子だ。なのになんで親友だなんて決めてしまったんだろう。もう心に決めてる相手がおるんやお前の中には。気づけ鈍感バカ。ひょっとして話しづらいこととか？てめえじゃねえな。てめえは攻略済みだから引っ込んでろ。てかすっ込んでろ。あ、いや、そうじゃないんだ。クラガノさんのことなんだけど、うわ、これ怖いな。シュラ言っちゃうこれ。クラガノさん？あ、シュラない。シュラザルバ？なんかいつもと違う感じっていうか、かなり挙動不審じゃなかったか？
お昼休みに生徒会室で話した時は普通だったよ。ほら、ここら辺。ここら辺のセリフピックアップして主人公。いけるよ。お前の頭脳明晰な頭脳を持ち合わせれば簡単だ。プライマルハーツ。